聞いての通りよ。すぐにここに元の世界へ帰るゲートが開かれる。それを使ってあなたは21世紀に帰って。ねえ、これは時空警察が人工に作り出したものだから、この世界に来た時よりはずっと体が楽に戻れるはずよ。戻る時間も場所も正確にたどり着けるわ。ね、つくも。ここで。ここでお別れしましょう。ここから先はもう来ない方がいい。ううん、むしろ来ないで。これからは時空警察の特別任務になるの。一般人であるあなたを巻き込むわけにはいかない。危険すぎる。ごめん、ゆっくりお別れもできなくて。でもいつか必ず会いに行くわ。その時はまた星とかを見に。つくも。山崩しで死んだ人はね、本来なら無傷か軽傷で国に帰るか、あるいは投降するかで生き続ける人たちだったのよ。そして家族を持ち、子供を作り、後の歴史を作り上げていくはずの何の罪もない人々だった。でも それなのに、イザナミをかばったおかげでこの人たちは死んだの。みんなこれからの未来を持っていたはずの人たちなのよ。私だってこんなに歴史が変わるなんて思ってなかった。こんなにたくさんの人が犠牲になるって分かっていたら、たとえあなたに嫌われることになっても、ちゃんと任務を果たしていたらこんなことに。あなたには関係のないことだから。何よ、あなたに私の気持ちが。
だって、あなたに何が…あなたって…ほんと…救いようのないバカだわ。こんなに私が嫌なこと引き受けてあげるっていうのに…危なくなったら逃げてね。その寸前までいてくれればいいから。
泉とヤマトとの戦闘よ。確か約束では泉軍の後方に襲いかかって挟み撃ちにする手はずだった。でも大和の軍勢は勝ち目がない戦だから参加しなかった。そしてその代わりにがら空きになったこの泉の村を襲ったのよ。なんで？決まってるでしょ、これが戦争よ。理由なんかないのよ。弱った相手を倒して強くなる。戦争に過去も未来も関係ないわ。結局自分以外のものはみんな敵。想定外の結果だけど泉はこれで終わるわ。そしてイザナミもきっと。つくも。引き上げましょう。ヤマタの兵に見つかると面倒なことになる。手遅れみたいね。イザナミ、獣人か。イザナミは怒りに我を失って精神を支配されてしまったの。電気信号によって物質を別のものへと変える物質変換の技術。そ
それは人の気や精神も伝達の信号として利用できるのよ。それを用いれば物に対する干渉が可能となり、形や性質さえも変化させる。でも それはその術者の精神力が全てを左右する、いわば諸刃の剣。精神力が安定しているときは問題ないけど、不安定になればその力が自分に跳ね返ってくるの。細胞の異常増殖と遺伝子変化、その結果の身体増強、別名獣人化。副作用としてはそれに比例し精神破壊が始まり、やがて本能だけの殺戮兵器と化してしまう。つくも、ごめん、許してほしい。今はまだイザナミは不完全だけど、あのまま放置しておけば彼女は人を殺し尽くす鬼になってしまう。だから磁場フィールドの発生器、何回かは防いでくれるはずよ。それから攻撃は私がする。つくもは自分の身だけを守って。行くよ。容赦しない、全力で倒す。やば、
と危なかったかな。30世紀の最新式なのに。つくも、持って2回よ。斜めに
雲。つくも。その腕。